り切りを持っていざノルウェーに行きます。行くぞ。よし、3分のチェアがある。3分。今日は私とカノンで2人でノルウェーのこのポーズは何？ノルウェーのピース。ノルウェーピース。ノルウェーのオスロに行きます。オスロでどこに行くの？エルサのお城。エルサのお城行こうね。それとお菓子をいっぱい食べます。それから大事なミーティングがあります。ではオスロの旅に行ってきます。準備いいですか？お菓子を食べに行くためだからお菓子をいっぱい食べるよ。お腹の準備しておいてね。私もないよ、初めてだよ。ノルウェーに来るの初めてよ。ないよ、ないよ、初めてだよ。冒険だよ。でもカノンはノルウェー人だけど、カノンはノルウェーに行ったことない。ちょっとノルウェー人だけど、ちょっとだけ、本当にちょっとだけだよ、ね。うん、こんなにそのぐらいだよね。カノンの足の先だけノルウェー人かもしれない。3回乗ればもう元が取れます。そしてこのバスとかトラムとかメトロとかに乗るのも同じく、祝日は子供は無料だそうです。それは知ってたんだよね。それは知ってたんだけど、あの空港からの電車も同
同じように子供が祝日に無料だと思ってなかったので買ってしまったんです。ショック。うん、これがホテルソメロ。あの上の丸いところがターク。明日行くよ。いやー、いいホテルだな。何地区って言いましたっけ？グルネロッカです。グルネロッカ、はい、若者のヒップスターの街だそうです。今日街を案内してくれるせいやさんです。こんにちは。今からどこ行くんですか？あ、お腹空いちゃったね。ここがマークバイヤーといってメインストリートで、はい、お店が本来もっと人いっぱいいるんですけど、あ、今日はガラッと。今日は、ね、昨日ナショナルデーだったからみんな酔いつぶれて今日は寝てるそうです。はいはい、いらないですよ。着くよ。やっぱ元々そこのオーナーの方が自宅の窓を開けてそこで売ってて、人気になったんですけど、マットレスになって、あの衛生局みたいなところに手が取らずにやってたんで、一回そのシャットダウンされて、なるほど。すごい人気だったんで、お店をここに開いてやってるって。へー、あ、じゃあ元の場所はここじゃなかったんですか？ここじゃなくて、彼が自宅の窓から来てた。笑えるな。でも分かる、その悩み。ゆるい感じですよね。ゆるいな、でも。ここに見て、うん、おいしそう、食べよう。ありがとうございます。おいしそう、アイスクリームだな。サワークリームとジャムとかも。サワークリームなんだ。サワークリームじゃないんですね。サワークリームも載せてるんですけど、サワークリームとブランチとジャムとかが結構人気で。Thank you。 ご飯来ときな。なんかでも食べれすごく美味しそうだ。でもママな手づかみです。手づかみです。Thank you so much. Yeah. I see. Thank you. Oh, thank you. 優しい。Thank you so much. It's you. Bye. 残念。
アジア系のアジアのものだったらあっちの方が多いです。こっちはどっちかっていうと中東のものとかって、うん、アジアとちょっと、うん、これなんか滑り台みたいな。彼一緒だったら楽しかったのね、これ。これ見て、ここにスイッチがある。あ、オープン。違う、オープンじゃない。あの、オフね。うん、ウップじゃなくてさ、オップなんだね。オップねえぜ、オップねえ。楽しみ。ママ、落ちないでね、ここ。落ちないよ、ママ、大丈夫だよ。ガリア、行ってきます。上がってる？押してる？だんだん上がってる、上がってる。全然怖くない。見てるよ、カノン見てるよ。おお、ガタンってなった。あ、そうだね。お水の中に回転して入ったりもできるんだよ。え、すごいな。え、踏んでないよ、ほら。踏んでないよ。ここに踏んだよ。踏んだ？本当に？踏んでないと思うけど。バレちゃった。ごめん、バレちゃった。ちょっと残念でした。やってませんでした。ノルド。疲れた。Guys, you dyed his hair? Yeah, like bleached forest, leave with it, and then like dye. Yeah. And shave it. You work in like 2 weeks, and then I was like, oh my god, I love your outfit, you know? School, say then, go there more. School, ah, go there more.なんでこれが学校なんだろうと思ってて、ココナッツがついてるんですよね。うん、うん、面白いな。なんか似てるのはあるんですよ。はいはい。砂糖がまぶしてあったりとかして、うんうん、ソウルブレって言って太陽の分でっていう意味でカスタードが入ってるんですけど、ちょっとじゃ違う。そうそう、あのココナッツはついてないから、あ、ブクブクしないんですよ。ダメですね、ブクブクしないでください。こぼさないようにね。素敵なミッドセンチュリーの家具は全部ここで買えるそうです。そっち見て。え、どっち？こっち？こっち見ればいいオッケー。見てない見てない、ごめんごめん。巨大なトリップトラップです。これどんなでっかい赤ちゃんが座るんだろうね、カノン。知らない。
Oh, it's not. Did I get a big one? So, Caroline. Yeah. It's a beautiful view.じゃあいいよ、向こうに戻って遊んできてでも。でもどこにいるから、細かったとこにいると思うよ。行っておいでよ、その方がきっと楽しいと思うよ。うん、何が知ってる。あ、もう見えた。どうぞ。バイバイしてお友達とも遊んで、これからホテルにね、終日遊んでくたくただよね。楽しかったね。ソメロホテルに宿泊しますので、このね、一番上で今度お仕事するんです。この一番ね、見えないけどね、こっからだとてっぺんすぎて。私たち一番上の部屋違うと思う。一番上レストランだから。ありがとうございました。誰やねん。ありがとうございます。この奥はレストランでおすすめだそうです。綺麗だね。木のチップみたいな鍵、面白いね。カードじゃないよね、木でできてるよね。おしゃれだね。290だよね。あ、いた。押すのか。あの傘も置いてある。何？傘も置いてある。おお、ちゃんと傘もあるね。いや、すごい素敵なんだけど。これも。うわー、なんだここ。これも。ちょっと待って、綺麗。これも見て。これも。ちょっと靴脱ごう。汚したくないから。置いて、うん、ここに置いとこう。とりあえずルームツアーしようか、ドキドキしながら。ちょっと同じベッドだよ。綺麗だね。ママ、同じベッドだよ。ゴージャスだね。ペンもある。わお。ママ、ペンもある。テレビもある。綺麗だね。コントローラーもある。ママと同じベッドだ。ママと同じベッドだよ。それが、そこが嬉しいんだ。それは良かったね。電話って何の。あ、誰か来た、出て。はい。多分ブランケットとか持ってきてくれると思う。はい。あ、Thank you very much。ね、間違えて一人になってたので、あのお布団を今、自分で持ってきてくれました。ママ見て、キナップ、ママ見て、これもあるんだよ。何があった？教えて。かわいい。うん、コーヒーもできるしね。コーヒーもあるしさ。これほら、え、アラビア？見て、そこの上も。ママ、見て、見て。かわいい。見て、ハンナ、ママ、見て。すごい興奮が。バスルームかな。そうだよ。おしゃれなドアだな。うわ、綺麗。うわ、シャワーだ。待って。これちょっと。ちょっと。ちょっとこれはすっごい。大きいシャワーヘッドだね。でっかいね。このソープもある。ソープあるね。それ使おう。これもあるんだ。綺麗だね。ソープもあるんだ。これって何？鏡、伸びるやつ。でも下に取る下に取れない。でもキャノンそこで見れるから大丈夫。うん、いらないね。ちゃんとトイレもある。それあるやろ。ちゃんとトイレもある。これって何？トイレペーパー？うん。
何入ってんの？見せてよ。あー、ドライヤーか。つまんなかった。つまんなかったね。すごいですね。閉める、閉めてください。ママ、お外で、見ていいよ、どこか。わかった。許可をいただいた。はい、素敵。家具がおしゃれ。あ、金庫か。お、バスローブがある。バスローブがあるよ。わー。君には大きいと思うけど、いいよ。指輪とかだね。カノンもそのピンクのやつお家にあるんだよね。あ、ピンクのね。じゃあキー大切。いやいや、いらないよ、そこ入れなくていいよ。どうして？な、家今ここにいるからさ、入れなくて大丈夫だよ。うん、入れちゃったらさ外出るとき大変じゃん。その袋の中何？これの？これ掃除機。掃除機？あ、何これ、あれか、お洋服にかけるやつ。何？なんか洋服にかけるスチームかけるやつじゃない？うわ、これなんだ、これ何、面白い。そう、多分そのためじゃないと思う。何のため？なんかすごい綺麗だね、壁。これ重たいな。鏡なきゃできるけど、その前にダンスできるよ。あ、取らないでよ、それ外れちゃったら困るよ。ママ、これもあるんだ。ハンガーだね、コートとかそこにかけられるね。でもここにもハンガーあるんだから。チップスとかあるよ。え、知った。おい、冷蔵庫だ、お酒。こっちも冷蔵庫だね。チョコがある。そうだね、コーヒーもあるよ。それ何？その上のやつ、氷入れるやつかな。ママ、デスクがそこ。ママ、そこ、誰が出る？ここ誰？レトロな電話がある。これメニュー？テーブル？あれ？ちょっと待って、これフリーダの本がここに置いてある。全部の部屋に置いてあるのかな。これなんだ？ん？ちょっと私の本も置いてほしいな。ノルウェー語じゃないけど。ママ見て、これがあって、見て、ママ見て、こうやって。うん、何それ。あ、それか Wi-Fi じゃなくて、なんだっけ、 USB ケーブルか。なんかマーシャルのマットも綺麗だね。アンプ。ママ、マットも綺麗な模様だよ。ママ、マットも綺麗な模様だよ。夢中ですね。お、外が見える。なんか中庭になってんだね、こっちは。ちょっと休憩しようか、ね。The här är hotellet vårt rum. Här bakom på dörren finns det en matt. Okej. Och det här är rummet där man bor. Och man kan titta på TV. Som där och kajta nå? すごいじゃん。これ、これ？すごい、素敵。Got it.